あ、後輩君来てくれたんだねそれと後輩君の彼女さんもこんにちはいつも後輩君がお世話になってますいえいえこちらこそ呼び出しちゃってすいませんそれでさあ後輩君今日はちょっと君に話したいことがあったんだそれでついでに彼女さんにも聞かせてあげたいなって思って呼んでもらったんだよ 要件を早く言えってそんなに焦らないでよちゃんと後でゆっくり話してあげるからさまずは後輩君に聞きたいことがあるんだ君昨日の夜どこで何してたごまかそうとしても無駄自分で言うのもあれだけど僕がこの学校で一番の人気者っていうのは君でも知ってるだろう 僕に告白してきた男の子も女の子も数え切れないほどいるしファンクラブすら存在するぐらいだそれでその僕のファンの子が今日教えてくれたんだ君彼女さんとホテルに行ったんでしょ証拠の写真だってあるんだよほら君が彼女さんと手をつないでホテルのロビーに向かってるとかハ <laughs> さすがの僕もそれを聞いたときは驚いたよあの後輩君がそんな大胆なことするんだってけど僕分かったんだ君はそんなことしないだから悪いのは君のことをたぶらかすその女だってねえ彼女さんちょっと眠っててくる 後輩くんの彼女さん、眠っちゃったみたいね、後輩くんなんで逃げようとしてるのかな逃がすわけないでしょはい君もおやすみな、起きたんだねちょうど今あの女も起きたところだよあ 後輩君のことは拘束してるから下手に逃げようとしたところで怪我するだけだよ彼女は無事かって起きてすぐにそれか本格的にあの女に洗脳されちゃったんだね最初に彼女ができたとか言ってきた時にはすぐに別れると思って適当に流したけどまさかこんなことになるなんて思いもしなかったよ から口を開けば彼女のことばっかりそんなに知りたいなら教えてあげるよあの女は隣の部屋で拘束してある怪我だってしてないしいたって健康だよけど僕は彼女のことは絶対に許さない大切な大切な君の初めてを奪ったんだ <laughs> まだ殺さないから安心して 君の初めてを奪った罪は死んだくらいじゃ償えないからねだから死なない程度に毎日毎日痛めつけてあいつの目の前で君のことをいっぱい可愛がってあげるそうやって心も体もボロボロになったら殺すんだとってもいいアイディアだろ狂ってるいや僕はいたって冷静だよ狂ってるのは君だろ大丈夫 あいつの目の前で君をすぐに僕のものにしてやる僕以外考えられなくなって僕なしじゃ生きられない体になるんだそうなれば一生僕たちは愛し合える <laughs> 永遠に話さないから。